道延651年10月23日は中国禅宗の四祖、送り縄大井禅寺。宗王売剣を中心として、不況に励み、弟子のご祖公人と共に、東山訪問と呼ばれる一大勢力を築き、後の禅宗の母体を形成する。属性は、芝、慶徳伝統録など、後世の資料では河内軍恩剣の本願とされる。続伝では、 出身地は不詳。州栄安子県に生まれる。7歳で出家、仏門に入り、シャミ回を受会シャミとなる。その後、海王12年、14歳の時に、信る週刊高さんに、僧を尋ねる。一対一で9年間修禅した。第二祖エカは、海王13年まで生きていたことから、エカの入滅と、ほとんど入れ替わるように、 指定関係が始まり、マンツーマンの共同がなされたことがわかる。その後、吉州の寺に身を置き樹海、時期成熟し、以後、そう、は道の部に衣放。その時読んだ、下は次のご時物であったことを今に伝える。花の種、これ伝じた旗にてみずみずしい若花を大地より生ずる。もし、種をまく者がいなければ、花々に満ちていた大地は、生じることもなく尽きてしまう。 その後、不況のため、南岳高山へ行こうとしたが、道中で道族に止められ、甲州路山の大林寺に入った。624年に、州大梅県の双方山に入り、その後30年間、首都を訓動し、651年に72歳で、没したとされる。ありがとうございます。